青木様が大炎上韓国 DJ ソーダで韓国 DJ ソーダの事件に関連し青木さんが大炎上してしまっております青木さんが過去に韓国にて日本人の女性が韓国人のと男に暴行され怪我をした事件に関して法人保護の対象となるような人が怪我をしたとか行方不明になったというならわかるがはっきり言えば今回のケース僕がソウルト会員で普段の時なら多分書かない つまり書かないようなニュースが大きく報じられ今の時期だからってことである種悪循環になっているこれをもとに日本でもそうだが韓国の人だとまだ一部のテレビなんかコメンテーターが喧嘩を増幅するようなことを言うとまたそれで燃え広がって悪循環に入っている局面の一つだ。本来なら ニュースにならないニュースがこういう形で大きく注目されるということが今の日韓関係をさらにまた悪化させていく原因だよく韓国人が日本人や在日なんかにも使うような言葉を使っていたらしいが別にその今の時期じゃなくても日本人の悪感情を呼ぶときには必ず使うものだなどとの暴言を吐いてしまい暇がさとし大炎上してしまっております。 こちら、なぜ犯罪はだめだと単純明快な発言ができないのかと悲しくなってしまいますが、まあ、このような凶悪犯罪の報道は注意喚起になりますので公公益性や公共性や共がございます。現状、韓国 DJ の事件が日韓で盛り上がっているようでございますが、まあ、反日と嫌韓で火にですね、らを注ぐ形になっているようでございますけれども、まあ、韓国の性犯罪の発生件数は日本の 10倍以上という事実がございますので、まあ、正確には14倍ほどとなっておりますが、いわゆる左翼の皆様や反日の皆様、また、いわゆるフェミニストの皆様には、この事実を把握した上で、今後は何らかの主張を行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。